食料命令当日の様子プラカード事件は、1946年5月19日の食料命令の際、参加者の一人である、日本共産党員の田中誠紀工業社員、松島松太郎が掲げた、広人少書曰く国体は、誤示されたぞんは、たらふくくってるぞ何時人民飢えて死ね御名余事、働いても働いても、なぜ、 私たちは飢えねばならぬか天皇広日と答えてくれ。日本共産党、田中正規細胞のプラカードが、不敬罪に問われた事件。通称、食料命令不敬事件とも呼ばれ、検察庁は、松島を刑法74条違反で訴追したが、松島側は、ポツダム宣言の受諾によって、天皇の申請消滅を受けて不敬罪は消滅したと、主張して争われた。 松島は不敬罪で起訴されたものの、GHQ の天皇といえども、特別の保護を受けるべきではないという意向により、不敬罪ではなく名誉毀損罪とすることとされ、第一審は不敬罪を認めず、天皇個人に対する名誉毀損罪のみが認められた。後の控訴審において、不敬罪の成立可能性の認定は引き継がれるも、大社を理由に免訴となる。控訴審は、 日本国憲法交付に伴う大社礼により、免訴の判決を下した。なお裁判官の職権判断により、新憲法下によっても天皇が、日本の元首であること被告人は、免訴により不処罰とはなるが、職権判断で改めて審理をしたところ、控訴事実となる不経済そのものは一応、成立していたという2点を判事し、この内公社の部分が、 最高裁によって違法な職権判断と認定される。上告審は無罪判決を求める被告人の上告を棄却した。この最高裁判決は免訴判決の法的性質という刑事訴訟法上の重要問題についての先例となっている。つまり刑事裁判において控訴継続中に代謝がなされるという特殊な状況下における当該裁判の取り扱いについての リーディングケースとしての価値を持つこととなった。本判決において、最高裁が下した判決用紙は3つあり、控訴継続中に大社があった場合、裁判所は不次不利の原則に基づき、ただ免訴の判決をするだけでたり、控訴事実の損否や犯罪の成否などについて、それ以上、実態上の審判を行うことはできないということ。これに基づき、大社が理由となった。 免訴の場合、その時点で、被告人や検察官が、それ以上、控訴事実の損否や、犯罪の成否を争うべく上訴を行うことは、できないということ。大社は、平たく言えば、その時点での裁判の打ち切りと、速やかに免訴判決を下すことで、被告人への不処罰を決定させるべきものであるから、大社がなされた後において、なおも審理を継続し、 まして犯罪の成立を認定することは違法である、というものであった。3に関しては、退社をされた後においても審理を継続して、犯罪の成立を決定した、控訴審における職権判断は違法であったが、その主文においてはきちんと免訴判決としており、結果的に被告人は不処罰となったわけであるから、この犯罪の成立決定の部分に関して、 直ちに決定の破棄をするというほどではないという判事をした。この上告審は重要判例として、後に最高裁判所刑事判例集2巻6号529ページに掲載されるとともに、調査官解説も付されている。ありがとうございます。